ビルヘルム・ビーゼはドイツの国際的に輸出されたアップライトピアノの製作者、製造業者であった。名盤 W ・ビ b セ・ホーフピアノフォルテ・ホブリコント、ベルリン。ビルヘルム・ビーゼは工業化の始まりの時期にプロイセン王国で生まれた。ビーゼは1851年から高く評価されたピアノ製作者としてベルリンで働き始め、1853年に プロイセンの首都で設立した工場でアップライトピアノの生産を専門とし、すぐに国際的な評価を獲得した。B ゼはグランドピアノも製造し、王室御用達称号を得た。W、b セ・フリューゲル、ウンとピアニのファブリックはノイケルンバイガン,ンドウーファー18番地に位置し、販売店はビルヘルム通り56番地にあった。中国で生産された。 WBS という名称の新品のピアノが現在、販売されている。AB サビーヌ・ヘンツェ・ドーリング、ジャコモ・マイア・ベア、ブリフ・ベクセル・ウント・テイジ・バッチャー、バンド8、1860-1864、ワルター・デ・グロイター、ベルリン2006、ISBN3 から11から019231から、4、S713、AB、ウィリボールド・グリット、BS、 メイヤーズ・クロス・コンバーセションズ、レキシー・コン、バンド2、ライプツヒ1905、S852、アン・マークン、リーマンズ・メント・ダズ・ヤー1853、メイヤーズ・ダズ・ヤー1851、ピアノ・フォルテ・イン、ベルリーナー・アドレス・ボーチ、1921、テイユ・フォー、S395、ウェア・バウト・ワズ、ピアノ・ディルガー・ヒルフト、イア・クラビアズ・フィンドン、 w w w p i a n o d i l g e r d e 2 0 1 6年2月16日閲覧。ありがとうございます。